小崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さあやってまいりました。はい。1年ぶりです。はい、ドラフト特集。イエイ。もうこの季節ですか。今日から12日間連続で、うん、全球団のドラフト2010年の通信簿と。はい。2020年じゃないですか。2020年の通信簿と2021年、はい、こういう選手を取った方がいいよっていう、うん。大型企画です、はい。まあね、あのいつも毎年言ってるんですけど、どこの媒体どこのメディアも、はい、去年のドラフトの通信もしないんだよ。あ、振り返らないですよね。で、取る時はね、うん、ドラフト何点やとか、うん、めちゃくちゃいいドラフトとか、うん、めちゃくちゃ悪いとか、はい、こういう選手即戦力なんとかって好きかって言うけど、うん、全くもう言いっぱなしよ。はい。多分今年のドラフトもそういう感じになるのよ、はい。でもこのチャンネルではきっちり昨年もしましたけども、うん、昨年の振り返りをしてからの今年のドラフトチェックです。そうですね、はい。今年ドラフトちょっと早くないですか。いつもだって去年10月の20何日とかだったと思うんですよ。2週間ぐらい早い。去年確か10月26なんですよ。今年10月11日で、なんでこんな早いんだろうと思って。でも、はい、その高校側は、はい、とかそのアマチュア社会人以外の高卒大学生は、うん、はい、早くしてほしいんですよ、ドラフトって。あ、そうなんですか。そうしないと、うん、進路決めれないんで。あ、プロ入れる人はいいですね、はい。だ、入れない人たちもじゃあ待ってくれてる人はいいですよ、はい。もしプロ行けなかったからうち来てねっていう大学でも社会人でも待っててくれてる人はいいですけど、はい、待っててくれてない人とかっていうのは遅ければ遅いほど次の選択肢がなくなっていくんですよ。あ、そっか。だから要はもっと早ければ早いほど、うん、万が一プロ行けなくても、うん、次の進路っていうのを選びやすくなるんで、はい、アマチュア側っていうのはもう1日でも早くしてほしいんですよ。あ、そうですよ。そう思ったらいいですね、じゃあ。でもプロ側っていうのは1日も遅くしたい。そうですよね。状況がもっともっと見えてからの方がいいですね。そうそうそう。だからそこら辺のせめぎ合いっていうのは難しいよね、うん、はい、うん。まあ、今年は10月11日に、うん、そうですね、はい、ドラフト。だから10日まで、はい、今日から10日までの前日までか、はい、12日間連続の、はい、お楽しみです、はい。さあ、ということでね、今日第一発目は、はい、厳正なる抽選の結果、はい、西武から抽選しましたっけ、はい、僕の頭の中で。そう、あ、そうですか、はい。じゃあ西武からいきましょう、はい。西武、昨年の、はい、まずドラフト、うん、通信簿1位ね、桐蔭横浜から、渡辺選手、はい、で2位 NTT 東の佐々木、うん、で、高校生山村で若林駒大、うん、で、大曲り、準公式復興大で、耐震がブランドン・タイガー、うん、ね、で、中上、外野手っていうね、はい、1、2、3、4、5、6、7人の試合化選手のね、はい、ドラフトになりましたけども、うん、育成が赤上、長谷川、宮本、豆田、水上っていうね、うん、5人の選手を育成で取りましたけども、はい、まあ、その中ですね、うん、チェックしていきましょうということでね、はい、まず渡辺選手、うん、リーグ戦10試合で8本塁打を打ち23打点はリーグ記録と勝負強い、三塁守備も軽快だって書いてね、うん、まあ、おかわり君2世というところでね、はい、ちょっと大きい感じですね、はい、期待が大きかったですけども、はい、まあ、1軍では1安打1本塁打2打点というね、うん、6分3厘と、うん、まあまあまあ即戦力ではない、まあ、まあ、これはもう最初から分かってる、うん、はい、即戦力じゃないこと、はい、俺の中ではそうでしたか。そもそも即戦力いないから俺の中で。いや、でもすぐ出られる選手もいるじゃないですか。それはもう奇跡よ。へえ。期待してないもん。あ、そうなんですかね。新人には、はい、1ミリも、うん、まあ、やってくれたらラッキー、はい、っていう、はい、だって社会人1年目でアナウンサー、うん、はい、いきなりあの夜のニュースの原稿読みできる。あのローカルは結構ありますそれで上がいないからでしょ。そう普通だって報道ステーションの1年目で MC 行けんやん。行けないですね。でもプロ野球でいうと1年目から報道ステーションの MC に座るのと一緒、はい、だからそんなの期待してないんだよ、はい、やってくれたらラッキーみたいな、うん、そうですね、うん、できたらラッキーですね。そうそう、っていうところでね、2軍では85試合2割3分5厘、はい、ホームランが18本、うん、というところで、まあ、ちょっと確実性は低いですけど、まあまあいい感じで、うん、あの育ってきてるんちゃうかっていうね、はい、まあ、これはもう来年以降にね、うん、期待ですね、はい。で、2位のこの佐々木投手左ね、こちらは多分即戦力で期待してたと思うんですよ、はい、うん、まあ、その中でね、ちょっとそうですね、ルール違反でね、はい、今謹慎中になってますけども、はい、1軍ではね投げてましたもんね、5試合で防御率 8.31、うん、はい、まあ、ちょっとここは期待はずで、2軍でも、うん、8試合登板で先発3回、うん、で、1勝1敗防御率 4.78、 ちょっとちょっとそうですね、ちょっと期待はずですね、1年目からするとね、まだもうこれからっていう感じなんですかね、はい、で、高校生山村
選手、はい、高校生ですもんね。そう、もうそ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 う、あのもうピッチャーはここ最近1位でいっぱい取ってきてるから、はい、もうそこをなんとか育てなきゃいけないっていうところでね、あの野手偏重でね行ったと思うんですよ、はい。まあ、1軍ではね未出場、うん、で2軍では84試合2割1分8厘、うん、ホームラン6本、うん、まあまあこれからだね、はい。でもちょっとエラー26個はちょっと多すぎやな。あらら、じゃあ守備面だいぶちょっと練習しないと、うん、っていうところはあるね、はい。高校通算46本塁打、うん、目標はオリックス吉田。まあでもホームラン6本打ってるから高卒でね、まあまあ魅力的やけど、うん、ちょっと守備頑張らなきゃいけないね。そうですね。で次若林、はい、非常に素晴らしい活躍、怪我がね、うん、あってちょっとねもったいなかったですね。うん、残念だったけども、うん、非常にね有望株で、はい、これはドラフト4位ですからね、うん。でその中でだってあれ多分怪我してなかったら、うん、あの盗塁を 100% 取れてたと思うよ。多分50個ぐらい盗塁できてたと思う、うん。いや本当ちょっともったいない怪我でしたね。2割7分8厘、うん、ね、ホームラン2本盗塁20個というところでね、うん、あの時点でも20個してたんですね。そうだよ、44試合しか出てないのに20個だよ、はい、すごい、それはすごい、うん、約2試合に1個やってるからね、はい、多分50個は 100% できてたと思う、うん、言ってましたね。そうだったら念もったいないけど、まあ、ここ素晴らしい選手っていうね、はい。でまあ次大曲投手、はい、大曲投手は、まあ、1軍では投げてない、うん、2軍で33試合登板リリーフだね、先発3回してる、はい、4.54、 ちょっと防御率悪いね、うん。まあ、ここら辺はまあまあ修行だね、はい、まだまだで、タイシンガーブランドン・タイガー、ブランドン・タイガー選手、はい。タイシンガーってあブランドン、ブランドンなんだね、ブランドン、ああそうですね、ブランドン、俺タイシンガーで探してたわブランドン・タイガーですねブランドンね、はい、そうです、そうです、知ってるよ知ってそれは知ってますよ俺タイシンガーでそこでタイシンガーっていうやつ いんのかなと思ったブランドンタイガーです、うん、ブランドンタイガーの方ね、はい、俺タイシンガーで探しててタイシンガーなんかスパンジェンバークみたいに長えなと思ったいねえなと思ったブランドンだったわ。まあ日本ねオープン戦にアピールして日本塁打打ってるけど、はい、まあまあちょっとまだ荒削りすぎるね。で2軍ではでも2割8分4厘ホームラン10本打ってるから、はい、いい感じでできてるから、うん、ちょっとここ未来が期待だね、はい、うん。で中見川雄太選手、はい、まあ、1軍では試合出てないと、うん、で2軍で77試合2割1分、うん、ホームラン1本、まあまあまあ、あエラーよ、まあ、外野かっていうことか、まあまあこれか。でも比較的全員野手特に2軍でめっちゃしっかり試合出てる、はい、あ、そうですね。そういった面では育成していこうっていうのがよく見えて、うん、はい、正直こうチームの方針としては非常にいい戦略、うん。でもこういうのを見てると、まあ、この中全員育つわけじゃないけど、うん、こういうのを見てるとやっぱ西武からいい選手がいっぱい出てくるのは、うん、こういったところの、まあ、怪我もせずね、はい、2軍でもしっかり試合出て、まあ、頑張ってるっていうところがね、うん、成長につながっていくんじゃないのかなっていうようなね、はい、成績に見えましたけど、その中でね、はい、やっぱこのね一番光ってんのが、うん、若林もそうなんだけどもこの育成からよ、はい、水上選手、投手ですね、はい、そうそう投手ね、うん、育成5位から、そう育成5位から、うん、登録されて、登録されて今防御率 1.25、はい、ね、23試合登板、うん、非常に素晴らしい、ねね、なぜか18試合で防御率 5.60 なのに、うん、なんで1軍上がれたんだろうね。 そんなことある、え、2軍で5.60、 あれかな、最後に最初の方にパンパンパンってやられて、で最後の辺は抑えてて、ね、最初の方の失点がちょっと重んで防御率が上がらなかったのかな、うんうん。なんか2軍でやっぱ防御率は1点台ぐらいじゃないと1軍では厳しいみたいな話を、ね、そうそうそう、なかなか厳しいからね、うん。であとは西武でいうとピッチャー赤上、はい、赤上投手、2軍では10試合登板して 2.79、はい、もう頑張ってるね、うんうん、非常に。であとピッチャーでは豆田9試合投げて先発4回防御率 9.5、 あー、やっぱ西武っていいな、こうやって見ると育成選手でもしっかり試合とか投げさせてるもんね、はい、新人選手を、うん、そういう風にして、まあ、競争封印かけてる、はい、だってこの長谷川選手外野手、はい、もう68試合出てるからね、で2割4分ホームラン1本、経験が詰めていいですね、結構みんなしっかり試合出てるね。うん、で宮本ファームで34試合1割8分うん、ほう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 、比較的育成選手もしっかり試合出してるから、うん、いい方針だね、はい、これちょっと来年以降も期待して、はい、うん、まあでもちょっと佐々木がね
やっぱ左ピッチャーというところで多分頑張ってほしかったと思うんだよね、はい、だそういったところでちょっと結果出せてないところがねちょっとっていうところはあるけども、ちょっとこれ未来に向けてはいいね。はい、佐藤さん去年は A、B とかやってましたけど、今年そうだね、ね、はい、B だね、B、うん、はい、未来に行きたい。これ A、B、C ですか、 S、A、B、C ですか、 A、B、C だね、 A、B、C で、うん、はい、A、B、C、はい、B だね。じゃあ未来に向けては、そうそうそう、うん、まあ別にそんなすぐ頑張ってほしかったのは、はい、多分佐々木ぐらいやと思うんだよね、うん、これは。だそれがまあうまく回ってないけども、他は2軍で出てるし、若林とかね、水上とかいい形でも出てるんで、はい、B だね。そうですね、うん、いい感じ、はいはい、さあということで、じゃあ今年はどんな選手が、今年はね、まあ今年、はい、まあね、この西武、はい、まあ見てきた中で、うん、まあチーム防御率が 4.05 とね、はい、パ・リーグ最下位、うん、でチーム打率も2割4分4厘と、ワースト2位なんだよね、はい、でホームラン数も99本とまだ100本今日現在ね、行ってないっていうところ で失点が513でやっぱり1位。やっぱりね、あ、そうなんだ、よくよく考えても、はい、先発よ、うん、やっぱそこが、まあ、今年も松本、ね、今井、はい、投げてるけどもやっぱりこう、ね、いいピッチングもするけど安定感かける、はい、でまあ、高橋光成がまあエースで一本立ちしてるんで、まあ、ニール外国人選手があんまりパッとしない、うん、で渡辺、ね、浦和学院からまあいい感じで育ってきてる、発展途上、はい、っていうことを考えても、で、まあね、この前ロッテ戦で平井投げたり、やっぱちょっと先発の頭数がどうしても足りてないんで、うん、はい、ここはですね、はい、ピッチャーでしょ、1位ピッチャー。でも俺西武1位誰か知ってんだよ。あ、知ってます、うん、あ、じゃちょっと教えてくださいよ。じゃあ発表します。はい、お願いします。さあ、ですね、ちょっと名前をちゃんと見ないと。そうですね、うん、はい、お願いします。第1回選択希望選手、西武、佐藤俊介、おー、筑波大学投手。これはいはいはい、左の、はい、うん、これ多分いきます。これ宮城出身の子ですね。そうそう、仙台からね、仙台から、うん、はい、でもいいんすよ、うん、左 で、はい、で結構西武のスカウトの人、うん、結構見に行ってるらしいんだよ、はい、今年ドラフトの左の中ではもう結構ちょっと上位レベルの、うん、まあ、即戦力左腕って言われてて、はい、俺はまあピッチャーいいし特に左が欲しいなっていうところで、うん、まあ、このね、まあ、佐々木投手昨年も取ってんだけども、はい、まあ、ここでもう一発ね、うん、こう佐藤選手、筑波、はい、これドラフト1位ちゃうかっていう、先発ローテーションに入れるような、うん、だからここはやっぱ欲しいね、うん、でリリーフは、まあ、平、増田、まあ、ギャレット、あ、まあ、水上もいる、うん、森脇、はい、で、まあ、クモン取ってきて、うん、で竹熊、うん、で、まあ、まあまあそんな、まあ、ちょっとこうあるけども、はい、まあまあまあいけると思うんだよね、うん、で考えた時に、その下はどういう感じで。そうっすね、うん、若林全中止だからね、ちょっと来年も開幕間に合うかなぐらいな感じだから、はい、うんうん、で、まあ、渡辺がおかわり君2世として、ね、もうそこの後釜でしょ。そうですね、で、まあ、ウネンティン出てきた、うん、で、愛と、うん、山田、うん、っていうところで若いのも来てる、はい、っていうことを考えたら、あとやっぱ外国人補強は絶対するべきなのよ。そうですね、うん、っていうことを考えたら、まあ、ピッチャーを、うん、まあ、左右で1人ずつ、はい、取ってキャッチャーのね、うん、高校生俺は取っといた方がいいと思う。あ、高校生キャッチャーか。そうそう、まあ、すぐっていうのじゃないけど、うん、守りも岡田もいるし、はい、杉もいるっていうところで、うん、すぐじゃないけどやっぱその次を育てていく部分では、うん、俺は高校生のキャッチャーは、はい、取っといた方がいいかなって思う、うん、その上位で取れなくてもね、はい、いいんでね、まあ、でも上位で取れるってね、いいキャッチャーがいるんだったら、はい、俺は取っといた方がいいと思うけど、うん、まあ、いるんだよ高校生に。いいキャッチャーが。うん、そう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 、はい、ね、市立和歌山のね、はい、松川くんっていうね、はい、キャッチャーがいるね、はい、この子とかでいいと思う俺西武でも。おじいさんがタイガースファンらしくて。あら。だからトラって名前についてる。あ、それでいいんですか。そう、でもまあライオンも同じ猫科だから一緒じゃん。そうですそうですね、うん、トラもライオンも、うん、トラもライオンもね、うんうん、一緒だから、はい、俺このね、うん、松川くんもね、だから、はい、まあ、1位、うんうん、佐藤、松川、はい、もしくは佐藤、誰それ、松川とかね、うん、3位ぐらいでも、はい、
欲しいなっていう。おパワフルな紀州のドカベンって書いてますね。そう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 、うん、だからやっぱこう森もね、はい、同じようなタイプだし、うん、俺はいいんちゃうかと思って、ね、ドカベン系好きですもんねやっぱね、うん、やっぱ打つのがね、うん、いいんで、そういった意味ではこの西武のね、うん、この松川っていうところも俺はね、はい、いいと思うのよ、はい、で外野とかね若林が元気になったら若林でもいいし、このブランドンも内野っていうところもあるし、はい、まあ野手も若いのはね取ってて、うん、まあ来てるから、はい、そういった意味ではこの2人はね、うん、俺は言っといてもいいかなって思うね。はい、あの未来の若い外野はいらないですか。若い外野、はい、まあ、栗山もベテランになってきてるしね、うん、そうですよね、うん、まあ、結構若い外野もでもいいの、鈴木翔平いるけどいいの。いやそうですよね、でも鈴木翔平選手 もう結構今3年目4年目とかになってくるんで、でも若手じゃんいいの、それをライバル入れちゃう、セーブでいい、セーブでいい。いやでもあのあれなんで、内野とかいないの、内野とか。でも私のこの袴田推薦枠の中に一人静岡の子がいるんですけど、うん、それセーブでいい、めっちゃセーブファンらしいんですよ。そうなの、はい、誰、あの前田銀次くんって言うんですけど、うん、あれ、はい、赤嶺銀次と一緒だね、でも名前が。そうなんです、前田銀次、ちょっと字、ま、銀次の字っていう字は治るっていう字で、銀次選手とは違うんですけど、三島南高校の外野手で、うん、すごいパンチ力のある感じ で、うん、でパンチ力あってちょっと体大きいんですけど、うん、足も速いんですよ。そうなの、はい、で外野めっちゃセーブファンって言って、で、清原さんの YouTube 見て勉強してるらしいです俺の YouTube 見て勉強しようよいやこれで見てくれるかもしれないですね、うん、じゃあドラフト4位か5位ぐらいでいっとこうか、はい、まあ、彼は入れればもうどこでもいい。じゃあもう、じゃあ5位ぐらいでいっとく。はい、ぜひ、ね、でも外野多いんですもんね。別にいて損することないじゃん。もうそうですね、でそこで勝ち抜いていけばいいし、うん、今まだね、確定しているのは、はい、まあ、今、岸がね、センターで頑張ってるけど、はい、まあ、正直絶対的外野って、まあ、ここからまた競争だから。そうですね、うん、そういった意味ではね、うん、で栗山もね、その晩年になってくればね、はい、2000本持ったし、ちょっとね、こう出力が減ったり代打になったりとか、はい、DH になったりすることもあるだろうから、そういったところではいいんじゃない。そうですね、じゃあ5位で前田いとくか。お、じゃあ西武はね、はい、1位、はい、佐藤、うん、3位、はい、松川、はい、5位、うん、前田でいこう。前田銀次君で、うん、お願いします。でその後はね、はい、その去年も取ってるから、うん、まあピッチャーは左右で1人ずつぐらい俺は取った方がいいと思うから、うん、あとはまあ高校生とか俺は取った方がいいと思う、西武はね。そうです、若いピッチャーはまだ、そうそうそう、だから、うん、佐藤君大卒でいくから、うん、でこの若いあのピッチャーをまだ高卒とかで、はい、取っといて、でそれでいくのはね非常にいいと思います。そうですね、はい、はい、さあということで、はい、どうなるとかね、どうなるか、まあ、はい、第1弾が西武ですからね、はい、続いて明日も乞うご期待です、はい。